火災。どのお仕事だったらみんなに迷惑がかからないかな。ミステリードラマ、犯人は誰だって SNS で盛り上がるタイプのだね。なるほど、見た映像はあくまで目撃者視点。それぞれが目撃者なら立場や性格、思い込み、それに演出によるミスリードの可能性もある。そこをあえて打ち出すということはかなり複雑なドラマになりそうですね。しばらくお休みした方がいいかもしれないね。寂しいけど、うっかり話しちゃうかもしれないもん。寂しいけど。私はやりたい。二人と話ができないのは寂しいけど、きっといい経験になると思うから。今までにないお仕事ですけれど、私もやってみたいです。私も二人と同じです。もし黒幕役になったら私にその大役が務まるのかなとは思うのですが、なかなかない機会なので挑戦してみたいです。ねえねえ、私たちどんな役だと思う？さすがにまだ決まってないんじゃない？でもどの役になるか楽しみだね。マナとヒヨリと仲良くできる役だといいな。そうだね。あ、ごめんね、チェイン
てもいいかな、クラスの連絡で。もちろん。この前話してた謎解きカフェ関係？そうみたい。ごめんね、少しだけ。なになに？いいお知らせ？聞いてもいい？うん。イラストが上手な人がいるから、絵を使った謎でもいいよって。送ってきてくれた絵が可愛くて。イラスト付き！いいねいいね、楽しそう。私も試しに解いてみたんだけど、思ったより難しくてびっくりしたな。でも解くより作る方が難しそう。うん。私も名乗りをあげます。手伝うよっていうのは簡単だけど、マノがクラスのために頑張ってることだから、困ったら、じゃないや、困ってなくても呼んでね。私もプロデューサーとめぐると一緒、頑張って。ありがとう。ひよりちゃんとめぐるちゃんと3人で話すの楽しいな。ねえ。そうだね。最近は通話もメッセも控えてるし。うんうん。まだもうちょっと我慢。ドラマのお仕事が終わるまでは。終わったらいっぱい話そうね。お泊まりしても良さそう。ドラマが終わるまではダメでしょ？そうなの？共感覚の持ち主、高校生漫画家マノ。 SNS のバズがきっかけでブレイク。同年代の中では少し浮き気味だが、伝えたいものに関しては妥協を見せない。各漫画のキャラクターも可愛らしいが、どこかシビアで残酷な気配を漂わせている。そして、大学教授の父と弁護士の母の間に生まれた数学に才能のある高校生日和。勉強が得意かつ趣味であり、多方面に頭の切れる女の子。恐れ多いと距離を置かれやすいタイプだが、寂しがり屋な部分も。法学部の大学生めぐる。彼女が町に引っ越してきてから連続殺人が始まる。しかし彼女自身に秘密はない。少なくとも自覚しているものとしては、明るい性格でフットワークが軽い。謎の解明に乗り出す探偵的な立ち位置でもある。うんうん。なんだかワクワクするね。どの役にもいろんな秘密がありそう。そうだね。ここからは話すのも相談するのもできないから、すでにもどかしいよ。
すみません。気をつけないとだね。マノには伝えたいことがあって、つながりたいと思っている。いろいろ考えてたらごちゃごちゃしてきた。ちょっと休憩する。じゃあ私も。日和は何してたの？台本読んでた。ああ、ドラマのとは言ってないから。私も台本読んでたよ。一緒に休憩しようかな。うんうん、みんなで一緒に休憩。無理は良くない。そうだね、無理はしすぎない、お互いに。ありがとう、ひよりちゃん、めぐるちゃん。どこにでもある平和な町、どこにでもいる平凡な人々、その隙間に存在する闇を見てしまえば戻ることはできない。次回、誰かが見ている。祭りの後、投稿された一枚の写真は、お疲れ様です。ありがとうございました。はあ、無理だよ、私と君は同じものを見ることはできない。私の目に銀色に映る月は、君には金色に見えているはず。私と君が他人である以上、同じ瞳で見ることができないのはどうしようもないことなの。めぐる？あ、ひよりー、今から撮影頑張って。うん、ありがとう、めぐる。いつものめぐるなら見ない表情だったな。どんなシーンを撮ってたんだろう。はい。ちょっと遠慮しておくね。声をかけてくれたのに悪いことをしちゃったかな。でもそば粉は喉がかゆくなるから。プロデューサーもお疲れ様です。今のところは順調だと思います。自分が役と同じ情報しか持っていないのは難しいですが面白いです。自分が
周りの人にどう思われているのか、これからどうなっていくのか、全然見えないのが新鮮で。それにさっきめぐると少し会ったんですが、一瞬知らない人に見えたんです。まるで出会った頃に戻ったみたいな、懐かしいような不思議な気分でした。はい、行ってきます、プロデューサー。私も最近なぞなぞやクイズに目が行くようになって。ははい、謎は一つだけ。ははい、こちらです。ございます。特集か、組んでもらえたら嬉しいな。あー、それは私も何も知らないというか、ごめんなさい。
見て確認してほしいです。鳥さんの謎はまだ考え中で、お札の謎は実行委員さんに渡したんだ。メニューに一言添える。プロデューサーのアイデアって大人の視点だよね。うんうん、あれすごくいいと思う。大きなお札ばっかりは大変そうだったもん。実感こもってるけど、どこかで見たことあるの？友達がね、文化祭でたこ焼き屋さんやったんだけど、大変って色々聞いてたから。私は相談に乗ってただけなんだけど、聞いてるだけでも大変そうだったよ。仕入れとか備品のレンタルとか手続きとか、そんなにやることあるのってびっくりしちゃった。マノ？ううん、何か心配事ある？私たちが絶対力になるとは言えないんだけど、お話しするだけでも気が楽になるかもしれないし。そうだね、言えそうなことなら聞かせてほしい。ごめんね、ありがとう。実は。なるほど、保健所への手続き。届け出に手間がかかるのはわかるけど、しないでいい派が大勢なのは正直困るね。ねえ、しなくても本当は問題ないんだよって動画があるくらいだし、しなくていいならそれが楽なんだけど、でも怖いよね。何かあった時にいろんな人に迷惑になっちゃうかもしれないし、学校とか先生とか、思いつかないけど他の人とか。うん、だから届け出はした方がいいなって思ってて、どうしたらみんなに伝えられるだろうって。この ID が分かったね。褒めて使わすなんて。あなたの漫画、不自然な場所に数字が挟まっていますよね。それが気になって追いかけていたんです。ふーん、それ考察する人って他にもいっぱいいるよね。エゴサーチすると笑っちゃうくらい。でもここにたどり着けたのはあなただけ。どうやったのか聞かせてくれる？最初は挟まる素数が綺麗だなと思っただけでした。でもそのうち不思議な規則があることに気づいて、こね回して解析ソフトを作ってみて、3という数字に特殊な意味があることが分かって。解析か。残念、私と同じ世界を見ているわけじゃないんだね。どういうこと？切れちゃった。
ありがとうございます。マノ、マノには一体何が見えているんだろう。気がつく方だと思います。私の事情も汲んでくださったり、いろいろ。でも来週まで研修でいらっしゃらなくて。プロデューサーさん、はい。マノとヒヨリと話がしたいよ。ドラマの撮影も後半だし、今まで以上に気をつけなきゃいけないからいろいろ控えてるけど、マノとのシーン難しいな。マノの顔を見たら少しはとっかかりが。で、それがダメだから話しないでねって言われてるんだった。わかってるのに、できない、しちゃダメってなると余計に話したくなっちゃうな。どうしてだろう。応用問題の一番最後に載ってる問い、解き方想像もつかないな。こういうのがスラスラ解けるのってどういう気分なんだろう。そういう才能がある人にはどんな風に世界が見えているんだろう。マノも日和と違うものが見えている風だった。一番難しい問題、試してみようかな。
ここだったんだね。マノが絵とカメラでほのめかしていた場所。正解。私がここにいるんだもん。そうだよね。来てくれて嬉しい。私と同じ目を持つあなたが。そう、私もこれを描いた人は私と同じものを見ているって思ったんだ。だからこそ気になって。でもどうして、なぜ君はあんなことをしたの？謎の出題者が持つものは一つ、正しい答えよ。解かれないクイズほど虚しいものはないわ。それに同じ道筋をたどってきたならきっと私と同類だもの。そっか、ごめんね。私は同じものを見ることはできるけど、でも君に共感することはできないな。残念。迷うそぶりくらいしてくれたっていいのにね。そもそも私の見ている景色は君と全く同じってわけじゃないもの。私のこと誰かに話す？それは。
私もその場にいさせていただけないでしょうか。お願いします。いること、私がいることでなくしてしまうのは嫌で。プロデューサーさん、今日は本当にありがとうございました。そんな、学校のことも気にかけてくださるのはプロデューサーさんの優しいお気持ちです。だからとても嬉しかったんです。私と君は違う人間なんだ。私は私とよろしくやっていく。か、こういうこと言えるの強いな。何も見えない。もう熱くもない。そっか、私を殺すよね。で、君は同じものを見ることができて同じ気持ちになれる人しかいらないんだもの。でもそんなの自分しかいないじゃない。被害者役、大変だったけど面白かったです。ぐんやりするために力入れるのとか。
巡る黒幕説多かったから、どんなインタビューになるか楽しみです。あ、ドラマのお話ってもう他の人から聞いても大丈夫ですか？めぐる、お疲れ様。まさか今回殺されるとは思ってなかった。探偵みたいな動きだなって思ってたけど、でもめぐるは黒幕じゃなかったんだね。どうかな、まだわからないよ。日和はまだ撮影続くんだもんね。最後までファイト。うん、ありがとう、めぐる。めぐる？ごめんごめん、久しぶりに話せて嬉しくて。喋るの控えてる間、夜って長いなって思ってたから。そうだね、私は数学の応用問題にチャレンジしてたからまだ気が紛れてたけど。そっかそっか、数学の天才だもんね。うん、ちょっとでも役柄の視点を分かりたくて。でもやっぱり難しいね、自分に見えない世界を理解するって。めぐるのセリフで月が同じ色に見えないってあったでしょ。ああ、印象的だったから覚えてる。あれね、どんな人でもそうだなって思って、同じ月を見ていても違う風に見えてるかもしれなくて。うん、どうしたって全く同じものは見られないけど、でも綺麗だねって言い合って気持ちを共有することはできるなって。それって全然問題ないんじゃないって。めぐる、ありがとう。ん？何が？その、いろいろ日和を知ろうと応用問題を解くのはちょっと違うなって思ったこととか。どういたしましてかな。謎たくさん解いたな。どの謎も面白かった。マノはどんな気持ちで。謎を解くために必要な全ての材料は揃いました。誰が何のためにこの事件を起こしたのか、これは皆さんへの挑戦です。次回最終回、誰かが見ている、見ていてください。これが最後のシーン。はい、か、あなたか。うん、同じものを見られる人じゃなくてごめんね。分かっているなら帰ってくれる？共感覚だよね。八宮さんが残していたメモにあったの、
あなたたちに青く見える数字や音がどんなものか、数字や音に色がついて見える力をあなたたち二人は持っていた。あなたのところにたどり着いた彼女が亡くなったのは何らかの決裂があったから。あなたの考えてること教えてほしい。私にはあなたと同じ目はないけれど、あなたが見ているものを理解しようとする意志と、違う方法だけど同じものを見る力がある。それでもお眼鏡にはかなわない。私ね、ずいぶん孤独だったの。家族にも嘘つきって呼ばれて、誰も私の見ているものを分かってくれなかった。だから考えたわ。同じものを見られる人を探せる秘密の方法。それが一連の事件。そう、この目ちょっとだけ人類より先を行ってるんだもの。うまく使えたら少しは胸もすくじゃない。でもダメだったな。日和、私ね、決めてたの。望まない人に見破られちゃったら、その時は私ごと全部終わりにしようって。だからチェックメイト。踏切には刑事さんが待ってる。分かっちゃうんだ、あなたのこと。私にはだから、ちょっとだけ一緒に世界を滅ぼしてみたかったな、なんて秘密だよ。来てくれたんだ、ありがとう、めぐる。この後二人ともインタビューあるのは知ってるんだけど、お疲れ様と感想一言でも伝えたくて。対決本当にかっこよかった。視聴者さんの感想を見るのが今から楽しみ。そうだね、検索ってあんまり得意じゃないけど、見た人が楽しんでくれるといいな。あのね、ひよりちゃん、めぐるちゃん、クラスの人がね、 SNS で見つけたドラマの感想集めて送ってくれるみたいで、二人の分も探してくれるって言ってたの。よかったら。私たちの分まで、ありがたいね。の人といえば、マノは文化祭の準備もお疲れ様。ありがとう、めぐるちゃん。あのね、後でお話ししようと思ってたんだけど、二人にも文化祭に来てもらえたら嬉しいなって。プロデューサーさんと学校には誘っても大丈夫って許可をもらっていて。いいの？行く行く。お邪魔するね。大丈夫大丈夫。それ日和も私もダメだったの。分かりづらかったかな。見つけて解けたら飴がもらえるんだったよね。隠し謎だし難しい方がいいんじゃない？
がですね。はい、マノは同じ目を探していました。でもきっと同じじゃなくても違っていても分かろうとしてくれる人がいて、きっとたくさん謎を出したのは分かってほしい、見てほしいって思っていたからじゃないかって思ったので、そういう相手を見ることができたらって。